ストレートラインを探して連弾して、で今日ピンチが結構あのこう切るかなって思ったところをしっかり切ってくれて、でその通りにストレートラインについた、ついて入ったのが多分 3,4 個あったと思います。あとはすごいついたままいましたし、なんでパットも良かったですけど、ちゃんとそのマネジメントしてそこにショットできたのがすごい良かったです。ナイス。明日はもう最終日なので、もうひたすら楽しもうと思って、悔いがあるとちょっと残念なので、もう同伴していること話せたら話して、で、まあ、自分のプレーも楽しみつつ結果が残せればなと思います。やっぱり初日よりも2日目よりも3日目だんだん緊張してきます。今日は、まあ、出だしがやっぱり、まあ、何事もなく普通にスタートしていけたので、そこで少しリラックスできたのと、あとは、最初のバーディーが来た時に少しホッとしました。タイの選手は飛距離がすごくて、まあ、ドライブスプーンと自分で、まあ、同じぐらいの飛距離で、ターフとかもドバッと取れるんで笑っちゃいそうになりましたね、すごくて。オーストラリアの選手も結構ピン刺してくるんで、なかなかあの痺れました。最後のサードは先にタイの選手がツーオンして、なんかバーディー取りたいっていう気持ちが強くなってミスしちゃいました。明日はもう最後なので、とりあえずやるしかないなっていう感じと、まあどんな結果であれ笑顔で終われるように落ち着いてプレーできたらいいなと思います。ありがとうございます。Well done, Kiki. Up top, George. Well done. You've got the best spot here. Having fun? Yeah. Oh, hey.